こんにちは、池田真子です。はい、今回は100均マニアが選ぶダイソーの購入品を紹介していきます。キッチン周りで使えるようなものを中心に便利グッズや収納グッズを買ってみました。ぜひお買い物の参考にしてください。ではまずこちら、クリアボックスの2個入りです。ちょっと待って私これ見た時に完全にもう冷蔵庫収納のアイテムやと思って、裏見たら冷蔵庫や冷凍庫で使用しないでくださいって書いてましたねあれ、これ冷蔵庫用のケースじゃなかったの？そうなんや、今気づいた。はい、中はこんな感じのクリアケースになっています。シンプルなデザインで中身も把握しやすいので、引き出しの中だったりとか棚で小物を収納するのに使えそうです。でケースの手前が一部くぼみがあるので、手前から物を取り出しやすい形になっています。このクリアケースもちょっとカチャカチャってするような硬い感じじゃなくって、ドリンクボトルのような感じの素材です。全体的にこう角がなく丸みのあるようなデザインになっています。結構固めのプラスチックの素材だと物を収納するときにカチャカチャって音が鳴るんですけど、これだったらまだ音は鳴るけど柔らかい感じでケースも傷つきにくそうです。また違うサイズも購入しました。次こちら、クリア収納ボックスの細長いタイプを購入しました。こちらは奥行きが 29.3 センチもあるので、結構奥行きが深い引き出しだったり棚の中で使いやすいです。私はもうちょっと勝手にね、冷蔵庫の収納に使えるもんやと思って買ったので、この長いタイプ選んでみたんですけど、皆さんは冷蔵庫で使えないので気をつけてください。めっちゃ冷蔵庫感あったのにな。でこちらも手前にくぼみがあるので、ケース自体も引き出しやすいし、まあ、ちょっとこう高さが低めのところでも手前の方だったら物も取り出しやすいと思います。で他にもいろんなサイズが販売されていたので、同じシリーズでケースを揃えやすいっていうのも嬉しいですよね。はい、次こちら、ワンタッチペットボトルキャップを購入しました。これめっちゃ便利そうじゃないですか。対応ボトルは 350ml から 2L までのペットボトルです。なんかこれ意外になかったんじゃないかなと思ってと買ってみました。結構ね、ペットボトルにつけてそのままストローを飲めるやつとかはあったと思うんですけど、これはもうそのままつげるやつですね。はい、中こちらです。もうシンプルな真っ白のデザインになっていて、こちらをペットボトルのキャップの部分に付け替えることで、ここを持って継ぎやすくなります。この口の部分もがっつり開くわけではないので、飲み物が跳ねずに注げる形になっています。はい、裏から見るともうここはキャップにそのまま溜めれるようになっていて、100均で売ってる便利グッズ使えばしっかり洗えると思います。冷蔵庫にペットボトルを入れてる時も結構ね、2リットルとかになると重たくて持ち上げにくかったりするんですけど、これだったらね、持ち手もついているので、冷蔵庫から取り出しやすくなるっていうのも嬉しいですよね。あとこの蓋の部分も開けたらそのまま止まってくれるので、お茶を入れている間にこう勝手に閉じるみたいなことはなさそうです。普段ペットボトルの飲み物を買うっていう方がいたらね、ぜひチェックしてみてください。はい、続いてこちら、シンクマットを購入しました。こちらサイズが 32×26 センチです。
食器だったりとかシンクの傷防止に使えるマットになっています。はい、デザインはこんな感じで、ダイヤ状になった編み目のマットになっています。穴が開いているのでしっかりと水も切れそうですね。やっぱりシンクってね、こう丁寧に使っているつもりでも意外と傷つきやすかったりとか、あと食器を置く時もね、カチャってなるのもこれを敷いておけば防ぐことができます。で、これはね、シンクにずっと置きっぱなしにしているとぬめりだったりカビの原因にもなるので、それだけは気をつけてください。食器洗いのついでに一緒に洗って乾かしておくのがいいと思います。ちょうどこういうシンクをカバーできるようなものを探してて、じゃあダイソーで見つけたので、ちょっと同じように探されている方いたらダイソーに行ってみてください。はい、続いてこちら、防水テープを購入しました。幅 35mm×長さ 1m です。こちらは水や汚れ、カビ、ホコリなどを防ぐことができるテープになっています。はい、中はこんな感じで、もうすごいしっかりとしたテープが入っています。真っ白なので、いろんなお部屋で馴染みやすいのがいいですね。はい、よく見るとここ真ん中にね、うっすら線が入っていると思うんですけど、これでこういう風に外側折りっていうのと、あと反対側に折る内側折りっていうのができるようになっています。で、ここはもう粘着テープがついていて、この粘着もね、クリア素材になっているので、剥がし跡も残りにくそうです。使える場所としては洗面所、流し台、浴槽、便器、水回りなどで使えます。触った感じもね、結構サラッとした感じなので、もしこの上になんかこう水が跳ねたりホコリが溜まったりってしても、サッと拭けるような素材ですね。お家によってはね、洗面台と壁にちょっと隙間があって、そこにこう水やホコリが溜まりやすかったりすると思うんですけど、そういう部分にこちらを貼ることで汚れを防げます。あとはキッチン周りとかでもね、汚れが溜まりやすいコーナー部分あると思うので、そういうところにもこちらを貼っておくことでお手入れが楽になります。はい、続いてこちら、マグネットクリップを購入しました。これはサイズがいくつか販売されていて、中くらいのサイズになっています。はい、中はこちらで、もう本当にシンプルなデザインですね。あとね、これもなかなかな重量感があって、マグネットもめちゃくちゃしっかりしてます。すごい厚みで、さらにこのクリップ自体もすごい硬くって、もうね、一回挟んだら絶対外れないっていうぐらいの強度です。これ指挟んだらめっちゃ痛い。すんごい痛い。結構書類をたくさん挟んだ時でも、この強さだったらなかなか落ちないと思います。裏がマグネットになっているので、冷蔵庫やキッチン周り、洗面所などでも使えるんじゃないかと思います。本当にね、もう作りがすっごいしっかりしているので、なんかこう反対向きに置いたりとか、いろんな使い方ができそうです。はい、最後こちらです。剥がし跡が残りにくい壁紙用フックです。これは4個入りで、それぞれ耐荷重約 500g です。中には専用の接着剤が入っていて、針穴を開けずに壁紙に貼れるフックになっています。裏にうっすら線が書いてあるんですけど、ここに接着剤をつけてそのまま壁に貼るっていう仕組みです。
取り付け可能な面はビニール製の壁紙、あとステンレス、タイル、ガラス面に適しています。はい、こちらのフックもクリアでちょっとマットな素材になっているので壁に当てた時にすごく目立ちにくいっていうのも嬉しいポイントです。使い方、剥がし方はね、裏面にも書いてあるので見ながらやると失敗しにくいと思います。はい、ということで今回はダイソーの購入品を紹介しました。今回もね、意外と今までなかったようなアイテムもあったりして、日々の生活がね、さらに便利になると思うので、気になるのがあったらぜひお試しください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。